Hey Tube! Welcome to my channel! 皆さんこんにちは、ヤナサビーです。はい、今日はですね、ジャンハイプレ版 HG のナラティブガンダム B 装備のセットがね、届いたのでこちらをやっていきたいと思います。って言っても実はもう届いて3日間ぐらい経っちゃって、本当はもっとね届いてすぐに組みたいなと思ってたんですけど、なかなかちょっと撮影する時間がうまく作れなくてちょっとね出遅れちゃってはいるんですけど、今日は B 装備をね作っていきたいと思います。それではやっていきましょい。はい、まあ、今回はですね、まあ、B 装備の一式が入ってるセットで、まあ、ここにも書いてあるんですけど、はい、セット内容 B 装備一式とサポートパーツ、もうこれだけですね、これしか入ってないので、HG144/1 のナラティブガンダム A 装備がないとね、まあ、意味はないですね。一応作ることはできても、装備だけ置いてもね、意味ないんで、まあ、これを作る場合は、まあ、A 装備が必要ですよっていうことだけ注意した方がいいですね。あとは、まあ、ここで細かいものが、優先式遠隔攻撃端末と、小型のシールドがね、セットになっています。ナラティブガンダムハイブに優先式遠隔攻撃端末が搭載された仕様。この攻撃端末はバックパックとケーブルつながったタイプとなっている。使用時にはバックパックから分離し、ケーブルを通じた柔軟な制御が可能となっている。また両腕にはミサイルを内蔵した小型シールドも装備された。という、まあ、セット内容ですね。というわけで、じゃあちょっと中身も確認していきましょう。ドゥ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 。オープン！少なっ！やっぱね、装備一式しか入ってないからめちゃくちゃ少ないわ。これだったらね、秒で組み終わるね。はい、ファンネルでしょ。あとはパーツ。うん。で、これが、まあ、有線なんでワイヤーが入ってます。はい、そして説明書ですね。よいしょ、すごくわかりやすい。少ないからさ、これしかないわ。はい、じゃあ今からですね、組み立てていきたいと思います。レッツゴー！ゴー！はい、B 装備の方が完成しました。そしてこちらがね、前に紹介した A 装備についていたナラティブガンダムです。それでは、装備をねつけていきたいと思います。元のバックパックを今回ついていたものに交換して、バーニアは A 装備からもらっていきます。これは優先式なのでファンネルっぽいインコムなのかな。で、次はねシールドなんですけど、手首を外してから取り付けます。私はね全く思いつかないんですけど、こう上手い人ってこういうところどうするんでしょうかね。なんかこう思いっきりプラモ感が出てるんですよね。
て、ここに4連ミサイルランチャーがついています。ただここのね、赤い部分は一体化していて一つのパーツになっているんですよ。ここがねちょっと残念だなと思いました。塗装するときねちょっと迷うんですよね。こういうのって、妥協して一色で、塗るか、面倒だけど塗り分けるかというわけで、ナラティブガンダム B 装備完成です。あのね、中途半端に優先式ってところが逆にいいですよね。シールドは連結して大型シールドにすることができます。このインコムを展開するにはこちらのね、差し替えパーツが必要になります。ただね、この差し替えパーツめっちゃ肉抜きされてるんですよ。こういう肉抜きを埋めるのは、パテとかでね埋めるのは簡単なんですけど、その埋めた後のところね、どうデザインすればいいかも全然わかんない。 NTD 発動にはケーブルなしのファンネルとして使うことができるんですよね。劇中だとこれがフェネックスを捕まえるためのサイコキャプチャーになってました。で、劇中を、再現するために、こういうのがついてるんですけど、これをね支える台座がついていないんですよ。台座はアクションベース4か5に取り付けることができるそうなんですけど、私持ってないんですよ。これじゃ立たないじゃんって思ったらね、ちょうどここにね刺さったんですよ。よかった、持ってない人は買ってください。でこちらが収納携帯で、こちらが展開携帯。はい、というわけで以上がナラティブガンダム B 装備のレビューでした。これでね ABC3 つ揃うことができましたが、塗装の方はですねちょっとやる予定はないです。結構ね先が詰まっちゃってて、今クロスボーンをねちょっとやってるんですけど、ナラティブはちょっと塗装する予定は今のところありません。というわけで、本日動画はここまでにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは See you next time. Bye. 最後まで見てくれてありがとう。よかったら高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。ベルボタンを押すと新着動画の通知がいくので、よかったら押してね。 Twitter では YouTube では見られない裏側やイベント情報などを載せてるのでチェックしてみてください。アビー日和では私の日常などをアップしてるので、よかったら覗きに来てね。